はい、上眼瞼リフトと下まぶたのたるみ取りの手術が終わりました。上眼瞼リフトは眉毛の下からここまでにかけていって皮膚を切除しました。皮膚はこんだけ切除しました。おー、すごい映ってるぐらいの幅で切除しましたね。あ、すごいです。はい、で下まぶたはまつげの生え際ギリギリ切開して、まあ、皮膚はこれぐらいの幅で切除して、脂肪は、両方でこれぐらい取りましたね。これ映ってるかな。で、どちらも1週間後に抜歯ですね。抜歯した次の日からアイメイクができます。まあ、結構上まぶたと下まぶた同時にやるとですね、上下から来るので腫れが出ますけど、まあ、なるべく腫れないように丁寧にやりましたね。はい、ありがとうございます。はい、おしまいです。抜歯した次の日からアイメイクすることができますので、はい、じゃあ色も切って。